り振り振り。よし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 、よっとナイス。いやー、直哉グッド。いやー、ナイスナイスナイス。じゃあ今日はですね、練習試合なんですけど、今日の相手はですね、なんと奈良県リーグ一昨年かな優勝しているチームスポーツクラブ PB さんとのトレーニングマッチになります。まあやるからには勝ちに行くっていう姿勢でやっていきたいなと思います。でまあ今日のチーム編成というかなんですけど、まあ、あのトップのメンバーは平日参加しているメンバーとかはまたほとんど、まあ、あの 4,5 人しかいないっていうところで、アスピランチの方からたくさん来てもらってですね、でなんとか2セット組めるような形でやれるかなと思うんで、その中でできることしっかりやっていきたいなと思います。いきます。アキト取ってくれるこれ。で、セカンドで、で、いいですか、あのアップできた方かなっていう感じで。ナイアボール、ナイアボール。へい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 。おーい。アキー。ナイス、アキー。はい、サンキュー、アキト。さっき3人入ってもらったら、ナイスカッチ。いやー、ナイスナイスナイス。うお、ナイスしんちゃん。いやー、いやー、惜しいね、グッド。ナイキー。
はい、お疲れ様です。試合終わりました。で今帰ってるところなんですけど、まあ結果から言うとですね、まあ今の動画見てもらったと思うんですけど、チャンスはねそれなりにあったんですけど、まあ、それでも結局1点も取れなかったっていう、ところが今の現状なんで、まあ、本当に悔しいですね。まあただその中でもポジティブな要素は結構あった。まあ、内容的には後半とかはやれた部分もあったし、まあ、ああいう試合を重ねたら確実に良くなっていくやろうし、まあ、もうそこのねなんか、先は感じるような試合にはなったんかなっていうのは思うので、またここからしっかりトレーニングし、まあ、自分自身もしっかり上げていきたいですし、次ねもう大会の日程がほぼほぼ決まって、11月かなにあるんで、もう2ヶ月切ってくるような感じなんで、しっかりとそこに向けてやっていきたいなと思います。というとこで切り替えてやっていきます。ありがとうございました。